こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。昨日はセミナー行ったんで、なんか。そう。ハッシーのね、いつもね。うん。橋貝先生ね。先代。私たちの中ではハッシーって言ってるけど、橋貝先生だからね。宣伝式ですね。うん、宣伝式ね。はい、で、そのさ、いや、確かにその病気ね。うん、なんて、特にさ、がんっていう病気なんてのはさ、すごくこう、メンタルなところがね、うん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 、影響あるんじゃないかと思うわけよ、うんうん、な、うん、だそういう、はい、そういうのをこう潜在意識からこう話してくるんだよな、うん、だからやっぱりさ、うん、病気になりやすい、うん、これは潜在意識云々じゃなくてさ、病気になりやすいタイプの人とさ、うん、なりにくいタイプの人がいるのは分かるよね、うんうん、なんかこうなんつったらいいのか、もうなんか突き詰めてさ、こうなんかやってしまう、自分を責めるタイプっていうかさ、うんうん、そういう人もいればこうあっけらかんとしてこう気持ちがパパンと切り替えができる人って言ったら、やっぱりどうしてもやっぱ後者の方っていうのはさ、病気になりにくいじゃん。だから確かに切り替えは大事だよね。切り替え、うん、だからずっとずるずるとさ、うん、なんか引きずってしまうのはね、うんうん、だから落ち込むことがダメっていうんじゃなくて、落ち込んでもいいんだけども、うん、そこからいかにパーンとこう浮上するかでしょ。そうそうそう、うん、私はそういうふうに捉えてるのね。そうだ、だから落ち込んだり悩んだりしたってさ、うん、ね、解決しないんだからね、うん、なかなかね。そうだね、うん、だから落ち込んじゃいけないとかさ、うん、悩んじゃいけないっていうとまたそれがおかしくなるわけよ、うん、落ち込む私はおかしいんだとか、悩む私はおかしいんだっていう、うん、まあ、エネルギーでいうとさ、もう感情チャクラがもうボロボロになってしまうわけね、うん、そうだよな、うんうん、だからこう元気なふりとかさ、うん、幸せなふりとかさ、うん、それって違うよねって話昨日も出てた。ああ、うんうん、そういうことだね、うんうん、それはあるな、うん、うん、まあどうしてもな、うん、こうまあそのあれじゃないけど外面っていうのもねあるしな、まあ、人間ってね、特に日本人ってそうじゃん、うんうん、な、一生懸命外ではさ外面を整えてっていうか、うん、天才整えていってさ、うんうん、っていうのが多いじゃん。そう、でもまあそれをさ、自分はそうなんだって知ってればまた違うのよ。かもしれない、認識してないといけないかもしれない。そうそう、自分はこうなんだって、うん、客観的にはまたこんな風にね、うん、外努力してるよって、うん、ね、そういう自分を客観的に見てるとまたそれはそれでいいんだよ、うん、そうね、うん、だから何でもかんでもさ、なんつったらいいんだろうな、うん、責めちゃいけないとか、なんとか喧嘩しちゃいけないとかさ、よくあなたは言うけど、うん、喧嘩しちゃいけないとかなんとかじゃいけないって言うけどさ、それって絶対無理じゃん。うん、そう、無理だけどね、うん、うん、ただどこまでやるかっていう程度問題じゃん。そう、じゃあ喧嘩はダメだったら何も言えない人になっちゃう。うん、そう、だからまあ逃げればいいんだ。逃げるのも一つあるかもしれないけども、うん、そういう場に行かない、それもあるかもしれない。そういう場を避ける。喧嘩にならない言い方も勉強すればいいわけですよ、うんうん、そうだね。こう言うとだから、うん、なんかあえてさ、この人あの人をカチンとさせるようなことを、うん、言うよねって人いるじゃん、うんうん、だからコミュニケーションを学んでこなかったんだろうなっていうさ。そういう人いるよね、うんうん、ちょっとのことでさ、こう円滑にうまくいくと私は思うのね、うん、うん、そこだと思うんだけどな、うん、それはそうだと思う、うん、だからまあ自分を主張するにしたって、うん、本当に言い方一つで全然違うからね、うんうんうん、捉え方はね、うんうん、なんかこうカチンとくる言い方の人っているじゃん。いるいる。でもそれはただ自分がさ、うん、相性が悪いだけだって思うとするけど、でもやっぱりそうじゃないエネルギーって働くよねって思う時あるわけよ。そう聞くとやっぱりあの A さんも B さんも C さんも同じように思うって、うん、うん、そっかって、うん、で私だけじゃないんだってほっとするのもあるけども、それがまたどう起こすとさ、うん、自分だけこうなんかグループを作って誰かを排除するみたいなことにつながりかねないしさ、うん、確かにね、人間付き合いって難しい。そうだよね、難しいけど、うん、ちょっとのことでうまくいく、うん、そうだよな、うん、うん、そうで、あとは自分の身の置き場所っていうのもね、うんうん、考えた方がいいのよ、うん、例えば暑い時は日陰にさ、うん、入ればいいんだってさ、うんうん、あんまりガンガンと火の出るところでさ、うん、ね、痩せ我慢してもダメだしな、うん、でもね、やっぱり矢面に立つタイプの人っているわけ、うん、やっぱりね、もうこれ本当インド先生って言った私あれじゃんサロンで、うんうん、もうホロスコープ見たらあんたこう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 ですよねって、どうしてわかるんですかって言うけど、だって星は語ってるわけよ、うん、でもさ、それを気づいて、それに気づいて、あ、今はここまでする必要ないなとかって、うん、その、うん、どの程度までやっていいかどうかっていうのを勉強していけばいいと思うんだよね。そうだよね、うん、だから本当にね、まあこうじゃなきゃいけないってさ、うん、思うことが世の中にどれだけあるかっていうこと、うん、本当に必要なことがね、一生のうちに本当にどれくらいあるかっていうことだよね。うんうん、そうですね、うん、そうで、だからそのそういうことじゃなかったら
ね、うん、ふっと引いてもいいわけだしさ、うん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 、な、うんちをかけるべきことなのかどうかってことだよね。そう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 、そういうことね、うん、うん、だからそういう判断も大事だよね。うん、そうかもしれない、うんうん、やるべき時はやらなくちゃいけないけどね。うん、うん、でもさっき言ったほら逃げるっていうのもさ、うん、私たちはやっぱり子供の不登校とかさ、そういうのを経験して思うことは、うんうん、なんだろう、そこで戦わないって選択をしたわけでしょ、うん、私たちはね。そうそうそう、うん、で子供が行かせる場所はどこかって探したわけだよね、うん、でもこれってまあ正直自分たちが持ち家じゃなかったとかさ、うん、そういうようなこともあってフットワーク軽かったと思うんだよね、うん、普通の人はなかなか、うん、例えばそこにずっと何年も住んでるとかさ、うん、住宅ローンで、うん、そうだよな、あれしてばっかりってなるとさ、うん、じゃあ一家揃って引っ越しましょうって本当厳しいと思うんだよね、うん、そうだよね、うんうん、だからじゃあいじめをなくせば一番いいんだよ、うん、でもいじめをなくしましょうって言ってもなくならない現実があるんだよ、うん、じゃあ現実的な対処は何かってこと、うん、だと私は思うのね、うんうん、理想はそうだよ、いじめをなくして、うん、そうだね、うんうん、でもなくならない現実がある、うん、じゃあその現実に向かって今どうするか、うん、そうそう、だからよくさ、うん、ね、もっと強くならなきゃダメだっつってさ、うん、知った聞きすることあるけどさ、こんなことぐらいで、ね、うん、くじけてどうすんだとかさ、うんうん、それはあるだろうけどさ、うん、だけどそれが無理だからね、うんうんうん、SOS 出してるわけだからな、うん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 、その辺でどうフォローできるか、もちろんそれで本当に、フォローできてさ、うん、ね、乗り切れるようにサポートできるんだ、一番いいよね、あ、それはいいんだろうけどさ、うん、でもやっぱ昨日もあって、その幼少期のさ、うん、育てられ方、うん、親との関わりとか、うん、それによって、うん、まあ、その、まあ、ある程度病気になりやすいとかさ、うん、なりにくいとかっていうのは、うん、まあ、出てくるって、うん、それはあるよな、うんうん、もっと早くに知ってればと思うけどさ、こっちだってさ、うん、それはあるよ、まあ、もう親のね、うん、関わり方によって、うん、子供って本当にね決定づけられるからある程度、だからそこからどう逃れるかっていうことよ。単なるその今自分がこうなのはその親の影響によるもんだって思ってしまえばさ、うん、ふっと逃れられることができるわけよ。だ、ね、だから学習していくからさ、いろいろ、うんうんうねうん、反面教師っていうさ、そういう言葉もあるけれども、うん、どういうふうに親を見るかとかさ、そう、どういうふうに先生を見るかとか、どういうふうに社会を見るかとかさ、うん、そこもやっぱり大事だなと思って。そうだよね、うん、反面教師だって学習だからな。そう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 、うん、そう、うん、だからそういうふうにちょっとやっぱりまあ、親の影響はどうしても受けるから、うん、まあ、受けざるを得ない、うん、だけどもその受けてるっていうことを知るとまた違う。そうだね、そういったものがあった上で自分が今こういうふうに考えてる、うんうんうん、そういう仕組みっていうのをさ、でまあいろんな経験ね、うん、コンプレックスなんかもそうだろうしさ、うん、な、あとコンプレックスが原動力になることもあるわけだから、そうそうそう、だから原動力していけばいいんだから、うん、ね、やつくづく思って、なんか本当に何だろう、ものの捉え方だよね、うん、捉え方一つで、そうだから病気にしたってさ、うん、これ川島先生言ったかな、うん、やっぱりがんが良くなった人はね、うん、やっぱがんになってよかったっていうことを言うわけよ、うんうん、ね、だからそれはやっぱり何かをねこう、掴んでる、だから、うん、がんが治ったからがんになってよかったっていうのか、うん、がんになってよかったと思えたから治ったのか、それは分からんよ、どっちかどっちか先分からんけれど、ね、だけども何かそういう、病気とかさ、うん、いろんなネガティブなものっていうのはさ、うん、すごい何か自分をこう変化させていく、うんね、成長させていく、うん、ものになるのは間違いないよな。そうだね、うんうんうん、だそれをどう捉えるかで、それは、うん、その現実その中にいる人たちってさ、うん、それはそうは思えないと思うよ。俺はもうその不登校でも同じだよね。我々もそのさなかにいた頃っていうのはさ、なぜとか何とか、そう思う、うん、それはそう思うんだろうけどさ、うん、うん、だけども本当の、真実というかさ、うん、っていうのは本当にこう過ぎ去ってみてから分かるけれど、うん、あれはすごく我々は成長させてもらったからな、あの不登校、ね、娘の不登校体験っていうのはね。そうだね、うん、いや本当そう思う、うん、だそれも多分癌にしろいろんな病気にしろそうなんだよね、うん、うん、だから何もなかったら何もないままスーッと過ぎ去るものがさ、うん、なんかそこで一つ立ち止まって、うん、本当に、よくね お日様が上がるだけでも手を合わせて感謝したくなるみたいなさ、うんうん、そんなのってさ普通何もなく聞いたらなかなか思わないんだから、
そうだね、うん、当たり前のことというか当たり前とすら感じ取らないかもしれないよね、うん、そう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 、うん、人との接し方も違ってくるだろうし、うん、食べ物一つでもなんか違うらしいよねやっぱな、うんうんうん、それ本当に、厳しい状況の中で本当一口食べれたものがもうそれで感謝いっぱいになるとかね、うんうん、それは普通にポクポク食べてさ、うんね、それこそ、食べるものにも困らず、うん、体調もよくって、うん、何ともなかったらさ、うんね例えば、おむすび一つがさ、うん、どんだけありがたいかわからないもんね。そうだよね、だからいろいろ感じ取れる人間になれてよかったと思うし、うんうん、そう、うん、やっぱ自分が今まで来た道は間違ってなかったんかなってやっぱしみじみ思うな。そうだよね、うん、だから本当ね、まあ、病気はしたくないし病気になったら大変なんだけど、うん、だけどその中でどう考えるかって大事なことだよな。そうだね、ないや本当に、うん、せっかく勉強したことをねこれからやっぱセッションの中で生かしていこうとやっぱ思いましたね。そうだね、うんうん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。